ンポン。わあ懐かしい。どうしたんや。いや、自分の昔の写真を見てたんです。へえ、ええな。うちにも見せてな。はい、モザイク。これは段ボールに私のお尻がはまって動けなくなり号泣してる写真です。絶妙に見てえな。なんでモザイクかけたんだよ。てか、ゆかりちゃんの幼少期ってどんな感じやったん。そうですね。じゃあ昔の話でもしますか。おう、ええな。昔の話するならイメージあった方がわかりやすいですよね。え、まあ、はい、どん。どうかしてんな。もっと他のイメージないの。じゃあ、変わってないですけど。いや、もっとアクティブなおばあさんがいいかなと。そんな細かいリクエストはしてねえが、思考停止すんな。あれ、ババア、殺意の波動に目覚めし者。殺意の波動に目覚めてらっしゃる。当てる子します。おいおいおい、死ぬわあいつ。私、3歳。死ぬぞ、止めてくれる。殺意のレスリー、これからお母さんとおもちゃを買いに行くの。ふふふ。違う、俺を呼んでいる。ちょっと待て。わどー、待てよー。どうかしました。殺意の波動に目覚めすぎなんですが、目覚めたものは仕方ない。仕方ねえわけあるか。寝てろやば語れ。真の層止めてくれた。電気消してくれたみたいに言うのやめろ。代役おらんの。どんな殺意高い人いたかな。キャスティング基準バグってんの。よっしゃこいつだ。なんか普通やな。ブラジャーでアイマスク。うつ路線のやべえやつやめろ。